れ様です。さあ、今日なんですけども、1年ぶりですね。はい。来ましたね。来ました。オールサッカー集結でございます。もうね、うん、かなりコメント欄にも来るわけ、はい、まだかまだかと、やっぱこれも年に1回の恒例みたいになってきてますから。そうですね。で今回もありがたい話でね、中田のあっちゃんがやな、連絡くれてシンガポールからちょっと東京に帰るんですけども、いつからいつまで言うて LINE くれたわけ、はい、なんやったらあっちゃんからやな、オールサック今年はどうされますかみたいな。大きなったのう。あいつ大きなったね。すげえ連絡くれるようになってやな。おほなやったらやろか言うて石田さんに連絡してやな、そしたら石田さんもええよええよやろう言うて、石田も出てくれる言うて、はい、ほんで今度はまあサックあれサックしてまだ言ったらあかんない。言っていいです。言ってはいいんです。ずっと言っていいの、言っていいんやったら、言ってはいいんですよ。オールサックといえばサックしや、そうですね。ここで俺はね、やっぱりサックしじゃあなしで、じゃあ3人でトークしよう、これもありかもしれませんけど、でも俺やっぱり嫌なのよ、俺やっぱオールサックって言ったらサックしありきやん。そりゃそうだ。とはいえまだ彼休んでますから、無理やりここで呼ぶことはできない、じゃあどうするの。どうする。パネルを用意しました。まるでそこにサックしがいるような感覚でトークができるような俺らはあいつを忘れないし、俺はずっとそばにいたいし、そうだから作りました今回。はいはい。見たらびっくりすると思う。まるでいるようだから。まるで。まるでいるようなパネル用意したから。楽しみだ。だからある種ほんまにオールサックです。ああ揃った。そう、ひょっとしたらそのパネルにも話しかけ出すかもしれない。いる体でやりたいから。あ、いる体なんですね。そうです。おそらくわからない。それはわからない。やってみない。いる体かどうかは中田と石田による。それは中田と石田次第でそうなのかもしれない。どうなるかわからないけど、とにかく俺は。オールサックは4人でやりたいと思ってるから、はい、サック氏もいつも一緒やから、はい、パネル用意させてもらったんで、それは後でちょっと一気にドンで見てもらいましょうよ。分かります。とにかく楽しみよね、はい、年に1回ですから、うん、まあちょっと近況だったりとか、うん、まあ、中田さんで言うたら500万人突破したりとか、そうですね、もうおめでとうって直接言いたかったりするし、だ石田で言うたらほんまにジャナイトでね、助けてもらって活躍チャンネルも公開させてもらって、約半年ぶりになるから、ちょっといろいろ話も聞いていきたいなと、今回ももちろんお酒でも飲みながらやっていきたいなと思いますんで、それでは早速いきましょう、はい、というわけで本日もお願いします。オールサックでーす。来ました来ました来ましたよ。1年ぶりやで。1年ぶり、久しぶり久しぶり、マジでちょっとまず乾杯しよう。まず乾杯しよう。もう多分喋りだしたら乾杯する隙がなくなっちゃうから、そうね、はい、な、はいはい、乾杯や。はいよ。いや、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。これはもうなんか供養や。存命なんで。存命なの。存命も存命やんか。存命の写真前にお酒置いてあった。まず、いやでもせえねんけども、ここは触れざるを得ないと、まあ、まずは、あっちゃんと石田ありがとう出てくれて、ありがとうございます。でね、まあやっぱりちょっとオープニングでさっき喋ってんけど、やっぱオールサック年に1回やりたいやん、した中でなんかサック氏が今まあ自粛中なんですよ、今もなおね。けど何もなしで3人でやるのどうなんて俺は思ったから、今回ちょっとパネルをちょっと作らせてもらったんやけど、でも今石田に言われて改めてこれ供養やな、ほんまに。供養や。あんま見ないっすもんね、この形。いやそうやね。でもさ、サック氏イコールワッタみたいなとこあるやん。そうそうそう、だから、ね、ワッタが余計物語ってる。よりそう見えちゃうんすよね。そうやね。でも笑ってるで。笑ってるからやね、よく。笑ってるでのコメントもまさに。そうやね。笑ってるわあいつも今。でもいい人でした、ね。言うな。それもそうです、ね。それもそうなるから。なんか全コメントがなんかこうそうなっちゃいますけど、元気ですよね。めっちゃ元気やし、はい、まあこれを機にね、ちょっとちょうどいいなと思って軽く話したいな思ってたんですよ。まあぶっちゃけ俺ずっとみんながそうやと思うけど待ってるやん。まあね、いまだにやっぱりうちの動画のコメント欄にもサックシまだですかみたいな、サックシどうなってるんですかって言って。確かにもうどれぐらい。これがね、昨年の6月ぐらいからやから、あーもう半年以上、もう余裕でもう8ヶ月とか経ってる中で、でおそらく見てる方々の中、そしてサックシを応援してくださってる方々の中で、えどうなってんのって多分思ってると思うんですよね、だからちょっとええ機会やし軽くなんか話せる範囲で僕も話せたらいいなと思ってて、っていうのも、俺会ってるんですよ。ちょこちょこ定期的に会ってて、はい、連絡も取ってやっぱ心配やし、早く復活してほしいっていうのもあるのでね、会ってる中での情報はある程度知ってるんですよ、これ何かっていうと、実はまあちょっといろいろあったじゃないですか、あった中で、未だに現状を実は
基礎になるか不基礎になるかっていうのはまだ分からないんです。あ、そうなんや。そうそうそう。でもちろん吉本さんも一緒に、あの、親身に話し合ってくれている中で、まずはそこが確定してから、じゃないとちょっと動けないなみたいになってるんですよ。それが例えば基礎であっても不基礎であっても復帰はすると思いますよ、そこは、はいはい、もちろんこれはまあ僕の意見としてね、復帰はする方向だとは思うんですけども、とにかくまずはでもそこが決まらないとちょっと動けないねっていう話をしている中なんですよ、はいはい、だから元気は元気なんですよ。あ、全然確かに井上も不起訴って決まるまで謝罪会見開かしてもらわれへんかった。あ、やっぱりそうだったんだ。あ、まあ、吉本のルール上そうなんやかな。あれ起訴じゃなかったっけ。いや、分からへんけど、俺は井上から聞いたら不起訴って言ったけど、まあ、あいつの自己申告やから俺は疑ってる。絶対不起訴ですから。ほんま？はい。自分で不起訴って言って起訴されてるっていう芸人はすごいよな。見ないから。今の俺の無茶ぶりにもあんなサラサラ出てくんねん。調子やな、今日もね。お前今日も飲んできたんちゃうか。なんで知ってんの。ちょっと助走してんすね。ちょっと助走して最近な、助走すんねん。あ、そうなんすね。車に飲んで入れてくんねん。あ、そうなんすね。じゃあもう、あっちゃんがほら俺のことはその、はい、モンスター加減がいいって言ってた。あー、俺言ってました。なるほど。ちょっと心開いてくれるっていうね。そうそうそう、だからもうあらかじめ開いとこうと思って。うわー、優しい人だ。やっぱ石田ってさ、ちょっとなんだろう、会って喋ったらごっついやつやせあれやけど、久しぶりに会ったらちょっとまた距離開けるタイプやからさ。いや、お前もやんけ。え、お前もやんけ。俺治ったやろそれ。いや、そんな、いや、俺もうこれでしか最近も会ってないから。分かる。小指で人のを刺すな、お前。小指で。いやいや、これよりはええやろ、こっちは。俺と家事を刺してんねん。こうしてんすよ。こうしてたんかよ。こうやんけ。俺から見たらこうされてるけど。俺、そんな癖ないわ、別に。こんなやつ。ちょっと和らげて、こうして。こうやってくれてたんや。そういう意味では、中田はもう変わったね、はい、石田。ああ、いや、めっちゃ変わったかな。ちょこちょこ連絡くれたりするから。ああ、そう。してます。そやで、プライベートでも飯行ったんやで。そやで。珍しいな。珍しいよ。ほんでめちゃくちゃ楽しい宴やんか。寿司屋連れてったらむちゃくちゃネタにされてやな。もうチャンネルで笑い物にされたやん、俺。気をつけろ。プライベートでなんか担当行くの気をつけろ。史上最高の創作落語って言われてるんですよ。マジで。本当に。むちゃくちゃやん。いや、ぜひ見ていただきたい。カジサックさんと行ったお寿司があまりにも面白い落語になったんで。そんなバカ話みたいなことがあるの。もうびっくりするんですけど。びっくりするよ。俺そんな気なんか一切ない。ただただ中田敦彦を楽しませたい一心でやってきたことが全て笑いものにされた。たまたまですけどね、面白くなって。ほんまに気ぃついたら俺なんかヤクザの組織みたいな。チームカジサックが気使いすぎて、ちょっとね、あの、面白い状況になる時あるじゃないですか。あるな、うん、それをそのまま喋ったら、うん、めちゃくちゃ盛り上がって、っていうのもあったのよ。でも、そのね、仲良くさせていただいて、そうそうそう、本当に変わってくれたから、うん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 、まあ、とはいえ、とにかくまずはですね、うん、だから作詞は、作詞、はい、言うても、おそらくそろそろ出るんじゃないかなっていう感じ、うんうん、だから俺らからしても、こんなにかかんねやっていう、うんうん、感じだよね。言うと物損。まあそうだね。あ、だからその相手がおらへんねんもんな。そう、相手がおらへんのは多分な、結構後回しだねな。石田ありがとう。そういうことなんだ。そういうことらしい、そう、相手方がいたりするとちょっと早くやらないとダメだよねっていうことなんだけども、うん、ちょっとこう後回しにされがちというか。そう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 。だって8ヶ月やで。だからちょっとサックス的にも僕はかわいそうだと思ってるけども、でも初めからそこは決めたことだし、とにかくまあ基礎不基礎っていうのが出てからいろいろと動き出すっていう形だから、でもすぐにでも俺はやっぱり一緒にやりたいなと思ってるし、何か力になれるんだったらねと思ってるし、やっぱり何よりも待ってる人たちもたくさんいるからね。だから復帰したらぜひ石田も中田も何かしてあげて。そうね、うん、だいぶだいぶもうだいぶ溜まってると思うから。だいぶだいぶ溜まってるよ。まあそりゃそうやろな、うん、こんな発信したい人が発信できてないわけ、ね、発信できてないわけやから、だからもう少々お待ちくださいということでございます。だから今日はワッタ飲んでる俺も。あ、ワッタ、ほらワッタ飲むやろやっぱり。ワッタって堤下さんを経由せんでも手に入んねや。入るわ。入るわ。卸の統括じゃないよ。じゃないよ。おろしの統括の顔してる。いや、売っとんねん、普通に。あ、売ってんの。普通に売ってるよ。そうか。権利を牛耳ってるわけじゃないんです。全然違いますからね。だから、あの、ツッツに復帰してほしい人はもうみんなワッタが飲みたい人じゃない。ああ、そうそうそう。じゃない。ワッタが飲まれへん。興奮が復帰せへんと。氷の人たちとかでもないですから。違いますから。普通に買えますから。買える。ほんで、普通にうまいから、これ。美味しいですよね。
それで言うとまずはですね、石田知ってる？中田、うん、YouTube 大学、うん、やっと生で言えるわ、うん、500万人おめでとうございます。ありがとうございます。すいません、500万、公の場ですいません。知ってるか石田、石田あんま YouTube 見んやろ。見ひん、全然見ひんやろ。全然見ひん。えげつないことしはったんやで。いやそう、何やったの、何やったか言うたろうか、俺が喋ってか、うん、もちろんです。中田がね、うん、あれ年末やな、はい、ほんまに大晦日やねんけども、うん、あの朝の時点、大晦日の朝の時点で496万人やってんけど、うんうん、500万人行くまで生配信で一人で喋り続けるっていうのやったんや。えぐない、えぐ。でそれを朝の10時ぐらい、そう10時から、10時からスタートさせて、ね、まだ4万人おんねんで、はい、おほんでスタートしたんよ。でずっと一人でステージで喋ってんねん、 お客さんなしやで、エピソードトークブワーってしてんねんけど、でもちろん登録者もずっと出てて伸びていってるけど、やっぱり若干の伸びやねんな、はい、もう1時間で2、3000人とかそんな感じで、すごいよな、それでもね。そうそうそう、ずーっとやっててんけど、なかなかやっぱりいかへんのよ、はい、それを結果的に夜までずっと一人で喋ってて、で最後まだ1万人ぐらいか、あと、あと1万5000人ぐらいいましたね。1万5000、あと1時間ぐらい、あと1時間、要はそのステージも借りてるから、あーはいはい、時間がもう終わらなきゃいけない、12時間きっかりだったんですよ。10時までに終わらなくちゃいけない中で、ラスト1時間ぐらいでまだ1万5000人おったんですよ、ね。そんな中でぐわーってまずそっからスイッチ入れて喋り出して、もう喋って俺もこうじくんだけど、最後なんかもう中田涙流し始めて、もう携帯と登録者と見ながら、もうダメだ俺も涙出てきたよってなってから、登録者ブワーって増えて、ラスト何分で行ったやったっけあれ。ラストもうほんと5分10分ぐらいですね。5分10分で何百人何千人ってブワーって増えて500万人いったんですよ。鳥肌やばいよ、みんな。で中田もうわ泣いて、ありがとう言って終わって、もうあれ伝説の生配信。へえ、見てへんの？見てない。何してんのお前オールサックとしてやなお前。いやいやいや、それ大変お忙しいですよ。しかも大晦日なんでみんな忙しいですから、ほんと見ていただいて。いや俺あれは興奮した、一人でだから結局12時間喋ったんやで。すごいな、やばない？いやもう喉ちぎれるやろそんな。いやそうですね、だから最終もガラガラでもうびしゃびしゃでしたけども、はでもほんとその、うん、ね、海作さんにも、うん、もしかしたら到達したら連絡させてもらうかもしれませんけどっていうのも、あ、言ってんのそれ。そう言ってたんですよね、連絡くれて。スタートする前にあの中田から LINE 来て、もしこういうこと実はやりますと、うん、もしも行ったら海作さんにお電話させてもらってよろしいですかって、わざわざそういう連絡もできるようになりましたって、ありがとう全然ええよってやっててんけど、だから中田の中ではおそらく自分のチャンネルでは喋ってると思うんだけど、ごめん、この辺には行くとかってあったのね、時間。あ、10時に始めて、だいたいこの辺では行くんじゃないかなっていう逆算をしてたの。いや、全く読めなかったんですけど、うんうん、もし行って、うん、そのまだ時間があったら、お世話になった人にお礼はしないといけないなっていう中で、感覚でな、あれでしたけど、いつまで行くだろうとかはなかったんですけど。なるほどね。もし行ったらっていうので、もちろんその時にね、それすぐにしてもよかったんですけど、もうトランス状態で、あともうほんと2、3分みたいな、でもおしまいですみたいな。もう中田も泣いてる、多分視聴者さんも大感動、多分泣いてる、残り1分2分しかない、そんな状態で絶対かけてくんなよと思う俺マジでおやめろって。確かにな、うん、プレッシャープレッシャーすぎるやそんなもん。あれはその余韻で終わった方がいいから。いや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 、やっぱこの人すごいよ、すごい。またこのあっちゃんって、はい、な、言うとなんか鉄人な感じするやん、なんかロボット的な、はい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 、わかるね、わかるが、やっぱ泣くって、うん、やっぱだってそれ情報を聞いただけで泣けそうやん、ちょっとそうやろ、そうそうそう、だからその涙もわかんのよ、うん、泣こうとしてる泣いてるじゃなくて、うんうん、芝居でも何でもなくても、うん、ただただなんかもう勝手に出てくるってやつやったら、自分でもびっくりしたんじゃん。びっくりしましたね。いやなんか限界超えた時に、うん、喋ってたらなんか同時に鼻水と涙がパンって割れるように出たんですよ。へぇーって、うわーなんてもうほんと子供みたいな。なんかさ、例えば映画、感動する映画とかドラマとか、うん、見た感覚とは全く別の何かなんや、うん、でしたね。なんかあーこれ泣けるな、泣く泣く泣くって言って泣くのってあるじゃないですか、うんうん、あるある。そうじゃなくてなんかこうなんか急にパンって出たっていう感じでした、ね、へぇー。やってよかったと思った。
いやあれは本当やってよかったと思いました。ほっとしたというか、なんか単純に僕がなんかあれだけ見ると、なんか頑張ったみたいになるんですけど、本当にあの頃って、そのコムドットさんと、そのレペゼンフォックスさんが同じようにやったんですよ。ああ、そうなんや。そう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 。それでその数日前に400万登録突破でうわーと大盛り上がりしたんですよ。で僕あと4万人足りないで年末を迎えようとしてたんですよ。で、これはまずいと思ったんですよ。こんなに YouTuber の人たちがこんなに盛り上がって頑張ってて、俺100万人多いとはいえ4万人残してしれっと迎えたら俺多分自分のこと嫌いになりそうと思ったんですよ。この考え方がすごいよ。すごいね。ストイックやな。もう感動してその2組の頑張りに、しかもいっぱい言う曲数いっぱいあったじゃないですか。そうだね、結構こうなんて言うんだろうな、敵対じゃないけども、ちょっとそのレペゼンさんとドットさんであったのよ、あったの、そういうストーリーがあったの、それを横目で見ててあれってなったわけ。血気盛んにやってんすよ、バチバチ。そうで、もう15個下とかの年齢なんですよ、このドットね。いやー待て、俺落ち着くのか、落ち着いちまってんのか、それとももう一個やんのか、それもやらせてくれって思ってやったんで、なんかリング上がれてよかったなーって気持ちありました。で家帰ったら、もう申し訳ない気持ちあったんですよ。大晦日に子供たちほっといて、確かに俺夢追いかけたいって、そう、大晦日やで、確かに紅白一緒に見ようねとかになってたんですよ。でも俺我慢できずに2日前にちょっと俺やらしてくれっつって、俺行ってくるわっつって、いやこれ子供たち怒ってるかなって思って帰ったら、ガチャって開けた時の娘の顔めっちゃいい顔してて、その瞬間分かったんですよ。あ、見てたんだ。はい、うわー、今日もなんかめっちゃやらしやん。おかえりって言った時の顔がもうめちゃくちゃリスペクトに溢れてて、素敵、よく頑張ったねって言われて、なんか野球選手でこうなんか打って帰っていった後って、俺分かんないですけど、もしかしたらこういう顔で迎えてくれるのかもっていう。なるほどね、芸人じゃなかなかないもんね。ないもん、やっぱり。生放送ぐらいかあるとしたら、それでもさ、他の芸人さんもいたりするから。そうね、なかなか芸人じゃないよな。なあ、だってもうなんかいじられてホームラン打ったとてみたいなあるから。いやすごいことですよ、ね。俺はだから、いやしっかり笑いとったと思うけど、子供たちからするとさ、いやいじられてたやんってなるかもしれないし。まあちょっとな。だから分かれへんやん。漫才やったとしても2人やし。そう。だから一人で喋ってっていうのなかなかそういうのないから。めっちゃ嬉しかったんじゃんそれ。いや、めちゃくちゃ嬉しかったです。なんか初めての感覚でしたね。妻と娘が受け入れてくれて。いやでもあれはもうある種変態よ。そこでもう何時間かかるか分からないのに単純に一人でトークするってむずいやん。むずい。しかもお客さんなしでやってるんで、ずっとそれができるのがすごい。どんだけストックしてもさ、12時間って喋られへんやん。そうね。っていうのはさ、どれぐらい用意してたのあれ。これは結構そのこの年の喋りで、まあ、これぐらいはいけるかなっていうのと、まあ、それもなくなったら最悪昔のも引き出して、なんかありってのも作ろうかなって思ってたんですけど、8時間ぐらい喋った時に、完全に冷蔵庫が空になったの。怖っ。もちろん多分なんかいろいろ考えて思い出せばあるんでしょうけど、なんか今思い出せるものが空になったって感覚があって、そっから演説ですよね。演説、その登録者お願いしますっていう呼びかける。なるほどね。でも逆にその演説が響いてったんですよね、後半伸びてったのは。最初から演説してても多分伸びなかったでしょうし、こいつ全部なくなって冷蔵庫空になって大騒ぎしてんだっていうのが。冷凍庫なかったんかい。冷凍庫をだから解凍したりするんですけど、ビチャビチャの状態ですよ。面白いかっていうと、もうなんか自分の中でよく分かる。古いやつあるやん。これ冷凍って賞味期限切れても大丈夫だっけ。あるじゃないですか。一応開けたやん。一応開けて、なんかちょっとこの餃子味しないけどまあいいかとか、なんかそういうのは出したりしたんですけど。すごいよな。なるほどな。でも説得力あるわ。すごいことですよ、500万人。とんでもない。マジでおめでとう。そんな中で、石田さんも新しいチャンネル始めましたね。始まりまして。4番な
しかしお前は知ってるかい？中田お前も知らんのかい？ちょっと教えてほしいです。あの伝説のチャンネル石田明の余韻チャンネルや。余韻チャンネル。伝説でもなんでもない。完全にミスから始まった。ミス。いやいや要はあのまあミスはねミスいろいろあってんな。パインチャンネルっていうね、はい、ファミリー向けのチャンネルがあって、うん、でそれであのキャンプ企画みたいなのをやるってなって、はい、でキャンプ企画でトロサーモンの村瀬さんを読んだ、はい、キャンプすごいやっててで教えてもらおうと思って読んでやってんけど、うん、なんか蓋開けてみたら、はい、ただ仲いいから俺もう、はい、ベース時代から、うん、ただただ仲いい2人が酒飲んでるだけで、はい、めっちゃ楽しかったけど、はい、これのどこがファミリーチャンネルやねんってなって全然パインチャンネルっぽくなかった。そう、ああなるほど、これどうするってなって、うんうん、わかんでっつって、じゃあどうしようかな、とりあえずその村さんにさ、はい、結構な時間出てもらったからさ、うん、申し訳ないからなんかサブチャンネルってやってみようかっていう、もうチャンネルやってみようかっていうやつやな、やってみようかってやったら、もうそのパインチャンネルよりも余韻チャンネルの方が全然見られてた。へぇー、もうそっちばっかりですよ。だから俺はずっと言ってたやん、言ってたやん、言ってた、俺言ってたよな、言ってた、石田明のそういうとこ見たいって、うんうんうん、やっと作ったなと思って、しかも最高のチャンネルなんですよ。まだ知らないとぜひ見てください、概要欄貼っときますよ、余韻チャンネル。あれな、銀シャリの橋もさらず伸びてたな。あー伸びてるみたいな、全部見てるから。ということは西野とのやつも見てるから。西野先出すんやって思ってたから。じゃあどんどんゲストが、そうやで、そうそう、石田があのコンセプトはな、うん、なんで俺喋ってんだこれコンセプト。俺ありがとうございます、酒飲ましてもらいます、どうぞ。あいつも笑っとるわ。やねんけど、はい、あのコンセプトが石田が飲みたい人間と飲むみたいな。ああ、そうなんだ。だから酔うから酔い。そう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 。だから俺からしたらずっと石田にそういうチャンネルやってほしかったよ。そっか。でパインチャンネルはパインチャンネル素敵なチャンネルよ。はいはい、石田らしさもあるし、うん、でも石田明の素の状態で、うん、しかも、まあ、言ってたかな、酒飲んでる石田っておもろいから、うん、しかも芸人でおもろい話もするからやな、うん、熱い話も、そういうチャンネルやってほしいなと思ってたらやっとした。うわー。んで、あーってなるやん。うんうん、あれいつみたいな感じになるやん、うん、今じゃに呼んでくれ。違う違う違う、なんでなんすか。じゃあさ、一発村瀬さんはそういう偶然、まあそれはしょうがない。で西野は、うん、西野から先にオファーがあったの、あチャンネルの、あ西野のチャンネルがあるから、うん、あじゃあどうせやったらちょっと、うん、俺お前とちょうど飲みたかったからこういうのがあんねんけどお願いできひんっていう話になった、うんうんうん、あそういうタイミングやったの。そう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 、なるほどね、うん、他はで天竺ネズミの瀬下は、うん、秋口に、うん、大阪城の広場に、うん、9日間マッチを作ったのね。俺すごいいろいろやってるわ、うん、平もほんまで、それをやった時に結構助けてもらって、うんうん、でまああいつもいろいろあったやんか、うんうん、だからその時に撮って、その9日から大阪で泊まってて、俺手伝ってもらってたから、わざわざちょっと場を設けて何時入りでとかいうことじゃなくて、 そこで撮れたからってこと、ね、そうそうそう、あなるほど。それでで、その後が、銀シャリ橋本、すごいね伸びてるよ、面白い話でしたわ。橋本は、うん、いつも M1 の敗者復活とかって一緒に出てた、うん、うんうんうん、でいつもこの敗者復活終わった後、決勝も、うん、ね、決勝も一緒にこうラジオで、うん、あの裏実況みたいなのを橋本としてて、でそれ終わりでいつも飲みに行くっていうのが、うん、もう毎年の定番やった、毎年の恒例、恒例やった、やったのが、うん、あの今年なんか手違いで銀シャリが単独ライブを入れてしまう、うん、ててあーなるほどなるほど、来られへんかったから、うん、でもこの俺は橋本と飲みたい欲が、うん、そらあるわ、あるから、高齢でやってきたんやから、そうそう、あるから、うん、で、あの橋本ちょっと飲みたいから話そうっつって、うんうんうん、で、ついでやから回してもいいっていう、あ、なるほどね、ちゃんとしたストーリーがあるわけや、理由があるわけや。で、今回、うん、で、カジサックから、うん、もうこの話来たから、そう、これね、オルサックだから、あ、お願いしようかなって思って、うん、お願いしようって思ってんけど、うん、このみんなで集まる会やんか、うん、だからちょっとみんなにも申し訳ない、みんなにもこう、みんなともやりたいやん、どうせやったら、あ、ここでってこと、ここでもやりたいやん、そんな、うん、だから、わ、どうしようと思って、うん、なんかみんなに気遣わすのもあかんから、うん、だから、カジサックと1対1の時に声かけようと、
そういうことやったそういうことやったよかったよかった よかった完全に分かりましたもんね、うん、俺ちなみに、うん、ちゃんと言うてんあの石田左右にこのオファー出す時に、うん、今年もオールサックお願いします、うん、でもしよかったら出てくれへんかなって言った時にあのいいよって言ってくれたからここはもうマネージャー同士でね、うん、やってもらったんやけどもしよかったら余韻チャンネルのコラボどうって言ったんやんおでも石田的にあのそういう考えがあったからやめとくわって言ったんやそうだからあのツッツンがどうかも分かってないし、ねうん、ああそうかそうそうそうひょっとしたら復帰してるかもしれんしそうじゃあどんな感じなんねやろでツッツンと余韻チャンネルはまだ早いしなまだ早いやんか余韻すぎるいやほんまにな俺もう全くコントロールできへんねん、うん、余韻チャンネル余韻チャンネルもうベロ酔いするというそうそうそう、はい、ちゃんと酔っ払って、はい、で、うん覚えてなかったりするんすご何喋ったっけみたいな、うんうん、なるほどな、うん、だからどっかのタイミングでまたあるってことねあもうほんまにお願いする水くせえよ先に一本連絡よこせなあ中田一本の連絡って大事よなそう確かにそうですねなあそれはそうじゃないだって俺こんなちゃう実はさっき俺ちょっとトーク撮ったんですけど、うん、一本俺に連絡するの忘れてたっていうえ忘れてたらしくないじゃないですか。らしくないね。うん。それをこう、仲間見つかった。詳しくは中田のチャンネルから大失態を犯してるんですけども。一本の連絡って大事、ね。一本の連絡って大事やで。お前だって、お前よぎらんかったか俺が。俺の顔出てけんかったか。よぎったよぎった。よぎったんかよな。ほんじゃお前そこで一本ライン、いつか呼ばしてもらってええかな、いいと思うぐらいのやりとり。本来は、あの、二人メーカジサックにお願いしようって言ってた。なんだそれ、本来っちゅうな。その、村瀬さんを取った後。ね、で、カジサックにお願いしようってなってて。うん、なってた。ってなって、ああ、そうね、やっぱり、これ言ってくれたの、カジサックやったから。そうやで、俺ずっと。だからカジサックに行こうっていう。だから、言うと、あの、うちのチャンネルやってるスタッフもさ、いや、そんなんできるんだったらめちゃくちゃいいですよ。もうええわやろ、ええわやろ。ってなってて、行こうってなってたけど、なんか、ちょっとなんか体調崩してはったから。あの時期か。あの時期で、ビターッと止まりました。そうだった俺がちょっとね謎の病にかかった時があってあその時期やったその時期その時期あそうなんやでも一本の連絡やってそこは石田くれよ俺寂しかったぜうわ4人チャンネルやってるやん言うて俺ずっと見ててんから頼むぜそれじゃ全然ええがちょっとほんま出ていつでもいいよ出てでもほんまにもうでも回さんといてなえどういうことあそうそのぶん回しせんといてなんかカジサックチャンネルみたいにあ、MC としてもう嫌やねんそのぶん回されたらもう嫌やねんぶん回すのはこっちだけで頼むでぶん回しはちょっとあのご遠慮なんですねぶん回しはカジサックのチャンネルでやる、はい、でもうちのチャンネルはもう見てもらったら分かると思うけど、はい、マジでもうただただ飲んでるだけもうゆるいやつやからそれはそれで行かしてもらうよ頼むで俺そういうのちゃんとやるからいやいや前だってほら同期で飲んだ時さ、はい、めちゃくちゃ遅れてきたのに急にぶん回し始めたあのそれテレビねテレビでテレビ一回やって22期生大阪22期生で NSC が集まるいうか、うん、なんかあったよ番組特番がそうそうそうでスケジュール的に俺が遅れていかなあかんってなって思ってたから行ってんけど、うんうん、もうやっぱ癖があってさ、はい、しかも久々のテレビやから、うんうん、しかもそんなにさ、うん、同期が自分って人たちじゃなかったから、ここはちょっとカジサックで培った力を出すかいなと思って、うん、ブワーってぶん回してぶん回してびっくりしたよもうこっち話聞いてとか思ったらもう引き取ったらすぐこっちに持ったすごいっすね早かったよもうスパスパそうすごいやそれはじゃあちょっとやっちゃったなそれはああなれへんでもそういうのってなんかやってるやんか頑張ろうってなるとそうなるかもしれないですよねそう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 、うん、ほんますごいなってもさっきのオープニングを撮ってるのとかも見ても、うんうん、なんでこんなに喋れんのって思う、うん、あれはでももう俺1000回以上やってることやから、うん、だから逆に俺あれって感情で喋ってんのよ用意してないんですよね、うんうん、こういうこと喋ろうっていうのを用意すると噛んじゃったりするのよね多分緊張したりすると思うんだけど、うんうん、もうあそこはもうその場の勢いで感情でいこうと思って決めてるから多分噛まなくてあんだけいけんねちゃんと聞いたら何にも内容濃いこと言ってないのよいやいやいやね的確にね的確あほんまに気持ちいいし聞いててびっくりしたのはやっぱあ奥にいらっしゃる、うん、トンボさん安武さんとの、うん、その間合いも完璧じゃない完璧やねあなんとかかんとかで、なんとかやな、うん、そうですね、なんとかかんとか、なんとかかんとかで、そうですね、なんとかと、うん、俺、正月の
達人の餅つき。早い餅つき。あ、お前。あれですよね。そう、もう全く同じこと。全然手が全く同じ例え。うわっすよね。うわあっちゃんに先に言われた。そうっすよね。全く同じこと思ってた。それぐらいでも衝撃のラリーでしたよね。あ、ほんま俺らも慣れてるからな。ただこれを一回見たオズワルドの伊藤さんが気持ち悪いってもう気持ち悪いよっつって。なんでなんですか。いや、なんかもう出来上がりすぎててみたいなこと言われるけども、ね、年々出来上がっていってるもんね。大事なことですよ。ずっと一緒のから言うても、うん、そういう仲間になってきてるからな。やっぱそこはそのテンポになってくるよね。で俺ももう安定剤みたいになるのよ。もう顔を、2人の顔を見たら、うん、言葉が出てくるみたいな。へー。逆にあの2人なしで俺オープニング撮っていったらあんなテンポで喋られんと思う。へー。あ、そう、そう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 、そういうのも本当に。で餅つきがいい例えかもな。だってそれがなければね、いい餅にはならないわけよ。そうですところやね。すごい。だってもマナカナぐらいあってたから一心同体。一心同体やそんなに、うん、すごいなと思って。でもとにかく余韻チャンネルはね、はい、俺は嬉しかった。でもそれだけじゃなくていろんなこともやってるもんね。また石田いろんなことやってますね今もね。そうだ、去年もだから、その大阪城9日間、うん、その球場あったの覚えてる、そのグランド、野球やるグランド、あ、大阪城のとこに、はい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 、あそこの外野のところにもう街を作って、そこに劇場を作って、でもう昔ながらの街の江戸時代を作って、そこにご飯屋さんとかいっぱい並べて、遊びブースいっぱい並べてみたいな。でもう入場料は無料で、で舞台はもう一番高くて1,000円、一番高くて1,000円、あとはもう100円、500円、300円とかでやって、で俺は9日間で74ステージ出て、うん、9日間74ステージ74ステージ何個計算、1日8、9ステージやって、うん、っていうぐらいってことか、うん、で、まあ漫才もやりつつ、うん、お芝居が2種類、うん、それはあの桃太郎も入ってるので、うん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 、2種類と、あとはもういろんな MC とか全部やって、そうそれってさ、うん、その石田がやりたいって言って動き出してることなの、それとも何かオファーがあってとかなの。これは大阪との仕事やの、大阪がこの、何そのでかい仕事、大阪との仕事。そう大阪との仕事で、うん、そうでお話が来た時にだったらこういうことをやりたいっていうのが石田が決めてる。そうなんかだから石田って結婚して子供できてからいろいろ変わったよね。さっきちらって言ってた桃太郎っていうのもね、うん、あれ子供赤ちゃんでも見に来れる桃太郎っていうのを作ってたりするんですけども、うん、そういうのもやっぱりそうやだよね。やっぱりいろいろ変わったよな。そうほんまに子供ができてからもうめちゃくちゃひらめいたというか、うん、へえ、なんでこんなに吉本はこの娯楽に向かってやってんのに、うん、なんでここのお客さんを取れてないねん。あー、なるほど。キッズとそう、うん、めちゃくちゃ苦手分野。でも確かにそうだね、うん、うんうんうん、キッズと、まあ、外国の方なんですけど、はいはい、取れてないの、うんうん、なんでなんつって、うん、キッズなんか簡単に取れるわけじゃないですか、うん、そういうコンテンツというか作ればね、舞台だったりとか作ればなるんですけど、なんか、うん、ねえ、そもそも子供と笑いって相性悪いためだ、泣いてしまったりしたら、うんうん、なんか笑い取りにくかったりみたいなのがあるけど、はいはいはい、結局あれって、前例がないだけやんか、うんうんうん、なあのお宅の相方も昔な、うん、その赤ちゃんが泣いてその出ていけみたいなね、一回なんかその泣いただけで泣いて あのね、あったなんかそんなもうニュースもあったやん。あったね。あったけど、でもあれも結局、でも西野が言ってることも分かるね。はっきり言って お笑いとしては、うん、ね、あの泣き声がこう入ってしまうと、うんうん、せっかく振ってるものが消えてしまうから。そうですね、漫才で言ったらテンポも崩れたったりだったりとか、そっち気になってお客さんがねとかもあるから、そうでみんな同じ料金払ってるわけだから、うん、それは良くないやろっていう意見も分かんないけど、うん、だからそうなった時に、はい、いやじゃあ
その赤ちゃんが泣ける舞台作ったらいいやんっていうのも、うんうんうん、子供ができんのだったら気づいてない、ね、そうだよな。そう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 、それを作ったっていうのはすごいし、俺はもっともっと広まっていってほしいなって思うのよね。めちゃくちゃ素敵なことやんそれって、うん、やっぱり一番は子供もそうやけども、うん、ママさんだったりパパさんなのよ、うん、一番はそう、あのな、うん、ママの本気の笑顔を子供に見せたい、うんうん、はあ、すごい。あのさ、子供に向かって笑顔になってるのってさ、うんうん、まあそれはそうやねんけどさ、まあ繕ってる時もありゃ、うん、本気で笑顔になってる時もあんねんで、うん、じゃなくて全く違うところを見て、うん、本気で笑ってる姿を見たら、うん、その子供たちはこの空間が好きになると思う。いやーい、ってなった時にそこにお笑いがあれば舞台があれば、舞台っていうものは一生死なへんと思うんですよ。だから僕はそのそういうことをしたいなと思って。めちゃくちゃいいっすね。めちゃくちゃいい。俺ちょっと泣きそうやもんよ。素晴らしいな。ほいで子供っちゅうのはな、やっぱり親見てるやん、はい、そう確かに本当に見てるんですよ、うん、もう多分ね1歳0歳1歳からずっと見てるんですよね、うん、なんか意識してると思うね俺、うん、ママパパを見てるから、うん、そこでまた普段の笑顔と違うところを見て何か子供も思うこともあるだろうしな。素敵やね。ね、いやだから手叩いて笑ってるところ見せたいやん。はあ、なるほどね。だからそういうのももっともっと俺ほんまにね、さっき実はカメラ回すのにそんなんで軽くしてて、うんうん、ねパインチャンネルでもそういうのも出してったらいいのになと思ってね、うんうんうん、やってったらいいよ絶対広げた方が。そうね、だから そもそもパインチャンネルがその桃太郎が公演できひんくなって始まったよ。ああ、そうだった。そう、できひんくなったから。それはコロナで。そうそう、コロナでできひんくなってしまったから、うん、その代わりにこの灯火を消したらあかんからみたいなんで始まったんですよ、うんうんうん、始まったけどスタッフが急に変わって、いろいろあってんな。そうそう、いろいろ変わって、うん、今あのようわからないところをこう走りつつ、うん、でも今ちょっとずつちょっとずつこういう余韻もできたし、なんかこうちゃんと切り分けていこうみたいな感じではなくて、うん、そうだよね。いろいろこう戦ったのよ、ルミネ座吉本に、うん、ね、おむつ替えの場所がないんですよ。あー、そう、もうこの時点で、うん、そのファミリー層は呼ぶつもりないやんみたいな。あー、確かに。はい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 、確かにね、うん、いや絶対作った方がいいですよ、うんうん、今はもう男子トイレも女子トイレも絶対作った方がいいし、うんうん、で授乳室がない、うん、ないな、ね、だからもうだから俺がやるときは授乳室も仮設で作って、仮設で作ってんだよ。そうそうそう、でおむつとかももう俺がもう大量に置いといて、うん、で勝手に使ってください。すごい。 S サイズ M サイズ L サイズ置いとくんで勝手に使ってくださいみたいな、うんうん、だからそういう風にこう、そう、でも自分がその親になってないと気づかへんというか。そうなのよ。でも親になった芸人はたくさんいますけど、そこまでキッズライクを、うん、キッズフレンドリーを真剣にやったのは初めてじゃないですか。いや初めて、芸人さんとして。ああ、でも確かにそうかもね。絶対革命的ですよ。革命的やと思う、うん、俺もどっかで思ってたかもしれんけど行動には移せないし。いや俺もだと子供いても、うん、じゃあそこをしなんか輸送してよと思っても、うん、おむつ全ね置いてしないっすもん。できない。本当にすごい愛の塊、うん、いや俺がだからもともとあの追っかけやから、二丁目劇場の追っかけやから、うん、舞台に行くことに慣れてるわけですよ、はい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 、舞台見に行くこと慣れてないでしょ。慣れてない、慣れてない。俺も舞台見に行くことに慣れてて、うん、この経験させたいってめちゃくちゃ思うわけですよ、子供たち。そうか、そうかってなった時に、え、知ってる？うん、あのルミネ座吉本に行くためには、うん、エレベーター乗らなあかんやんか、うんうんうん、ね、あのベビーカー乗せようん、乗せなあかんけど、うん、それ乗るために1台、うん、ほんま4段ぐらいの階段があって、うんうん、その横にその4段分だけ上がるエレベーターがあるの。あー、ガシャーンってほんまこれだけ上がって、はい、でそっからエレベーターに乗る。はい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 。こんなんさ、俺これだから桃太郎とかやったら、うん、ね、めちゃくちゃファミリーがわー来るわけ、来るわけやね、うん、ね、来るわけやのに、こんなん見たら2家族ずつぐらいこうずっと上がってたら、うん、一生上がられへん、時間かかってしゃないわ。そうそうそう、でから俺はもうだからスロープ置かしてもらっていいですか、うん、とか言っても、でもこれは安全性の面でダメなんです。ああダメなんだ、はい、でじゃあ分かりました、あのスタッフをつけるんで、うん、あのベビーカー持ち上げるの手伝わしてもいいですか、はいはい、って言ったら、
あ、いいですけど、うん、あの子供は絶対に下ろしてからやってください。いや、子供をが今こう落ち着いてるから、うん、それを持ち上げたいんです、親は、うん、とか言うけど、いやいや、もしも何かあったら責任取れないんで、寝てたりとかね、そうそうそう、寝てる時起こしたくないのよ、そう、みたいなんで、ずっとあって、うん、ってなったらもうこれ建物自体がもう子供を受け入れてない、はい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 、みたいなことになるわけですよ、うん、アゴラがもう一からや、これ一から劇場作らなあかんっていう感じになっている。区役所との戦いみたいな。そうそうそう、確かにな。ねえ、いつか作んの。まあでも一応なんかもう仮設の小屋はなんかいろんなところに置けるような風にはなった、その大阪城で町を作った時に一応そのサイズの小屋みたいなのは、うん、一応いつどこでも空いてるところがあれば行けるようになったから、はあ、一応ここでなんかこうノウハウを学んで、うんうん、なんか立てれたらええなとは思ってる。すごいな、ほんまに素敵。もうあとはこれが広がるだけだよ。そうですね、もう知られるかどうかだと思うから、うんうんうん、なかなかね広げ方で難しいんですよね。でもテレビとか取材行けへん、なんか来そうなもんやんな。いやでも続けてたら必ず広まりますよね、うん、そうね、だからゆっくりゆっくり、あの目立ってるとさ、うんうん、目立つと結局悪いところもね、ピックアップされるやんか、うんうんうん、なのでじっくりじっくり行って悪いところは自分たちで気づいて改善していって、なるほど、なんかいいところに行けばいいなと思う。根気がいるし、しかもね、みんなが直で それを評価してくれるかどうか分かんないところを、うん、そうだね、本気でやってるのはすごいですね。ちょっと今日あれやな、いつもと違って氷入れてくれる人とお酒入れてくれる人おれへんからちょっとめんどくさいな。そういつもやってくれてたからさ、横で石田の中特にな、ね、すごかったよ、もうずっとやってくれてた。やっぱり必要性をやっぱり改めて、うん、ボールサックでね、そこいや素晴らしいわ、ほんまに。まあまあまあ、楽しくね、楽しくやってます。で、かといってそこばっかりじゃないから、それ以外のところでも新しいことやろうとするやん。いろいろやってますね。今年も2月の末にもうすぐや、うん、オーストラリア行ってきます。え、どうしたんですか。オーストラリア、何すんの。あの、コメディフェス、はいはいはい、を視察しに行って、うん、それは何か大きな目標があるから視察をするんだよね。そうそうそう、そういうことだ。そうそうそう、なぜオーストラリアなのかだ、これは、うん、そこに何かヒントが埋まってそうだな。別に何か、この期間であるのがオーストラリアがなんかあって、うん、コメディフェスって海外のってもう街ごとさ、うんうんうん、もうめちゃくちゃ作り込まれてて、もう住んでる人たちも遊んでるみたいな。あ、なんか素敵そう。そう、絵本の中の物語みたいな感じや。そうそう、だからそれぞれのサービス精神で成り立ってると思う。で、その中にいろんなコメディがあって、いろんな劇場。で、それってオーストラリア、他の国からも来るような感じ。そうそうそう、フェスやから。そう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 、で、いろんなコメディがそこで行われる。そうそうそう、日本から挑戦する人もおるし。映画祭とか、うん、アートフェスって聞いたことあるんですけど、うん、コメディフェスってでも珍しくない。あんまりね。そう、そう、一応あって、そう、結構いろんな国でやってて、うんうんうん、でオーストラリアのなんかその三大コメディフェスの一つなのかな、なんか、あ、世界三大コメディフェスみたいなのがあって、そうそうそう、それ視察に行くってことはあるんですよ。コメディフェスを将来的に仕切るというか。おそらくそうやな、多分やるんじゃん。コメディフェスを作りたいと思ってます。すごい、うわー、世界から読んで。まあとりあえずでも、まあ、日本でね、まあ、日本で成功しないと海外の方は来ようとは思わないと思うから。まあそうやな、うん、すごい。コメディフェス、西野もやっぱり、うん、その世界見てる人やんか、うん、やっぱり世界各国飛んでたもん、やっぱ見に行ってた、うんうん、やっぱインプットがね、インプット、そうそう、うん、それが大事や言うてたわよ。それと同じようなことや。そうそうそう、とりあえず見に行かなきゃっつって、うん、そう、どれぐらいおんのオーストラリア。あ、でも4日間ぐらいですよ、その期間で。もう、うんうん、もうバッと見て、うん、一人で。会社の人間と。へえ、いいな。せっかくやったら家族でみたいなのはないねや。ないない、もうだって弾丸やもん、マジで。ずーっと4日か、ずーっと何かしら見てるとか移動してるとか。すごい、これはすごい。井上は一緒じゃないの。なんで井上と一緒に行くねん。別に一緒でもええやないか。コメディのね、コメディや言うてんな。あんなドキュメンタリーやってるコメディじゃないですか。
結果コメディやから、あいつはドキュメンタリーのつもりで生きてる。あいつの人生コメディやろ。ドキュメンタリーがたまたまコメディになってるだけやな。結果の、まあ、確かにな。そうや、結果のコメディなんです。そうや、すごいな、立ち止まらんな、ほんまに。疲れへんのか、大丈夫かい。お前や、何がや、心配してんねん、これ。いやいや、俺はお前大丈夫です。俺は働きすぎやって。え、最近もなんか飲んでたらすぐそのカジサックが心配やって言ってるらしいわ俺。なんやお前、水臭いな。お前 LINE してこんかよ。お前は親友じゃないですか。親友やねんけど、プライベートで一個も誘ってけへんから。お前はいっぱい誘ってくれるよ、なんかね。寄ってこいよお前。それはだから心配してくれてんすよ。嬉しい、それは嬉しいな。なんか大丈夫かなって、その体調も崩したりとかいろいろあるしさ。ああいうのあると怖いね、ほんまに。自分でも気づいてないから、一回ね、俺ちょっと呼吸がしづらくなってんけど、それがなんだかんだいろんな病院行った結果、精神的なことやって。でもなんか俺最近ちょっとストレス溜まってんなとかいうね、1ミリもなかったのに、急に。でも予兆がないのは逆に怖くないですか。そう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 、なかったです、うん、急にほんまに息がしづらくなったっていうので、ちょっと安定剤みたいなものを飲んだら治ったみたいなことやねんけども、今は飲んでないんですけどもね。なんかその何かを改善して今は大丈夫ですか。改善はねしてない。もうそのまま普通に薬飲んだら治ったから、3日間ぐらい飲んだんかな、うん、で4日目薬ちょっとやめてみようって、ちょっとその依存みたいなのも嫌やから、うんうん、やめたらもう大丈夫やった。強いて言うたら足りてないところで言うとあれじゃないかな、知り合いからのご飯の誘いじゃない。それだ、それがあったら、うん、孤独か孤独という症状が今出てます。それが出てるから最近チームスタッフも誘ってくれへんし、チームスタッフみんな結婚してもうて。ああそうか、うん、してもうて言うとあれやけど、すぐ帰るから。それもあるかもしれんけど、俺誘いますから。お、誘ってくれんねん。でもお前ネタにするやんけ。飯行ったら笑い話にされて、傑作落語はできるんです。一刻も早く見たいね。何で検索したら出てくるの。中田カジサック落語で出てくる。してんのに、うん、まだもっと頑張んなきゃって言ってたんです。追われてた、口癖で言ってたんですよ。いや俺もっと頑張んな、もっと頑張んなあかんなってずっと言ってたんですよ。で心配になりましたよね。もう心配だった。でその後呼吸止まってとかっていうの見て、うん、呼吸止まってた。呼吸止まってた。このキラキラがなくなった時にやっとレギュラーになるんですよ。ほう、レギュラーになった上でどれだけ楽しませてあげれるか、これが俺の今の目標です。神やん。ただの神やん。親界の神だけですよ。違うの、親神。親神。2023年カジサックは休みます。ありがとう、マジで。いやなんか今までのオールサックとは違う回になった。やっぱりミスターガサツがおらへん。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。